JR 東日本は働き方改革をサポートするため、東京、新宿、品川の3つの駅の中にシェアオフィスを設置し、明日から一般客向けの運用を始めます。多くの人が行き交う JR 品川駅です。改札の中に新たに設置されたのがシェアオフィス用のこちらのブースです。ステーションブースと名付けられたブース型のオフィスは、品川駅のほか東京駅と新宿駅にも設置され、実証実験として明日から運用が始まります。専用のウェブサイトから事前の予約が必要で、最大30分まで利用できるということです。ブースの中は防音で、無料の Wi-Fi と電源なども用意されています。明日から来年の2月20日までの間は実証実験として無料で利用できます。来年度からは有料で営業する予定です。 JR 東日本は2020年までに首都圏の駅やビルの中など30カ所で展開したいとしています。